どうもこんにちは、とっかくんです。本日はこちら、どどーん、自衛隊訓練でゲテモノ食うのパチパチなのかパチパチなのか結構あるあるのね、質問でございます。結構、はい、来まして、自衛隊もなんか食べんでしょみたいなね、いろいろこう聞かれるんですけれども、はい、まあ、その時にはね、カレー食べてますよって、答えてますけれどもよく聞かれる、この質問聞かれる。なんか海外テレビとかもやってるじゃないですか、なんかそのサバイバル、サバイバルといえばみたいなところではある。答えなんですけれども、まずね、ゲテモノとは言いつつもゲテモノじゃない場合もね、人によってはあるからね、まあ、このゲテモノという認識はもう人それぞれですよ。でごちそうの可能性もあるんですか。そうそうそう、はい、その人にとってはごちそうの可能性ございますからね。結構有名なのが、ヘビでございますね。はい、これは食べるのか食べないのかと、食べます、ね、食べます、というのもレンジャー訓練というね、自衛隊の中でレンジャー訓練っていうのがあります。まあ希望者が行くんですけども、あと枠があってね、ちょっと厳しい訓練に耐えろよと、まあ耐えたらここにバッチつきますと、ね、ね、厳しい訓練に耐えたんだ、かっこいいわ、もうずっとつけれますからね、うん、厳しい訓練耐え抜いたんだ、耐え忍んだんだ、頑張ったねっていうバッチ。その時のレンジャー訓練中の、研修的なものですね、一応食べる勉強しましょうっていうのでね、ヘビ食べますよ。よくいるんでしょうね、あれを食べる理由はそれ、まあタンパク質も多いしな、そう、比較的捕まえやすいしな、そう一発捕まえたらでかいもんね、あれ魚にしたらだってさ、とんでもない肉の量、大きめのね、十分な、味もそこまでね、癖があるわけでもないと、うん、まあだからハブ酒とかあるぐらいですからね、お酒にみんなしちゃうぐらいですからね、もしでも好きな人もいるんじゃないかな何なら求めて、うん、だって、うん、1匹でもぶっとり捕まえたら、うん、もし好きだったら家で毎日ステーキみたいな毎日捕まえるのかよ家族がついてきてくれっかだけどな、問題は、うん、おい今日も捕まえたぞありがとういや、いい家族だよ、ね、ありがとうね、俺言うならいい家族だ、いらない、いらない、私友達と飯食うから、いらない娘とかあ、そうか、いらないなお父さんだけみんなカレーとか食ってお父さんだけまあ、ヘビはね、ヘビはまあ比較的だってね、見たことありますよね、皆さんね、はい、焼いたら普通に美味しいんだから、はい、うん、鳥みたいなしか言ってね。2個目、カエル、自衛隊は食べます。まあ、これはレンジャー訓練のね、期間中に一般の部隊では食べないし、 あと逆にレンジャー訓練終えたら一般の隊員ですからね、はい、レンジャー訓練終えた隊員は自分の部隊に帰ってきます。そしたら食べませんはい、だから本当レンジャー期間中のレンジャー隊員は食べるじゃないです、レンジャー隊員は期間訓練中に食べます。だから自分の中隊に帰ってきたらみんな一緒の生活です。そうだな、それ言わないとレンジャー隊員ずっとレンジャー隊員毎日食ってるみたいな、バッチつけてるな、じゃあこれだっつって。そうね、そんなことはないですね。そう結論から言ったら普通は食わないけどってことです、うん。普通の舞台は食べません。はい、カエル食べます。ね、これも知識としてね、剥きましてですね、皮剥きまして、太ももとかこれ発達してるじゃない。飛ぶんですから、ね。飲み屋とかでも売ってるじゃないですか。それありますよ、それは。頼んだことある？あります、あります。鶏のもも肉とあんま変わんねえような気しますよね、はい、もう僕もなんか食べた気がします。あれだったら17ぐらいかな。その形ないじゃん。ないね、足ね、そこまで、まあ、うん、まあこういう形してますけど、カエルのみたいな、そうそう、もう味も本当に近いね、高タンパクで体にいいんじゃないかとかちょっと思いますけどね。もう体にいいしね、うん、あれもさ、もう捕まえやすいしね、食べやすい、はい、捕まえる労力に対しての費用対効果の栄養ね、うん、多いですよ、カエル。まあただもちろん毒とかいろいろありますから、食べるのはちゃんとね、はい、知識を持って食べてください。はい、焼いたら食えますよ、うん。まあ、あと、自衛隊は、もう一種類ね、一応研修としてね、鳥を食べるということになっております。これはまあゲテモノでも何でもないです、はい、鳥をさばくというね、さばき方、焼いて食べると。で昔、ウサちゃんもねでもあんまりさ、最近野山にさ、野生のウサちゃん少ないじゃん。しかもね、捕まえんのも早いぞ、うん、多分無理だよな。まあちょっと一発使うかもしれない。こういうもん、あとはなんか罠的なものでしょうね。まあ本当にその長期間その山にいんならね、うん、ずっと俺はここで住むっていうなら、うん、確かに罠仕掛けるのは早い。仕掛けだけどもう別のとこ行かないといけないですね、うん、俺そういえば遭難してんだったなこの場にいるとは限んねえなその場合わざわざね、うん、仕掛けてもね。まあでも今はやってませんよ、はい、だからイメージで言うとなんかね、虫食べるのっていうのは、ああ、これもね結構来てました、質問が。
個人的に食べる方はいらっしゃるみたいです。例えばあのレンジャー訓練中に腹が減りすぎたと、あの食事をねほとんどこう、削って、水もほとんど削って訓練に、まあ、耐え抜くみたいなのあるんですけど、その時にまあ雨水とかこう地図、ビニール型の地図とかにこう雨水をこう泡こう溜めてこうやって飲むとかね、蜘蛛とかいたら、はあ、いたらで、はあ、って行く行くと、こんなベアグリルスとか行くから。たまたま食ってるでしょ。たまたま、ね、ベル族がヤギの睾丸を生で食うと言いますって言って、あ、生かよってしょっちゅう吐いてるんですよ、ね、うん、結構ね、あの 吐きます。だって一回生で行くのはね、まあ聞いた通りのやり方で一応食うんだけど、まあさすがに彼も初めてだったの、睾丸は。実はね、結構入院したりしてるって言うと、虫とかもうーえって言わなくてひどい味だ一回締めてから食えばいいものをね、あの締めないっていうこのね、インパクト、まあエンターテインメントに近いですけど、ね、ぐねんぐねん動いてるやつ、何のだらけ、何の鼻くそみたいだみたいな、そう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 、絶対結構ディスる。なんか民族によってはね、あの普通に、いやそうですよ、慣れてるから。人ってそのぐらいすごいんだよ、慣れってすごいね。生まれた頃からやっぱりその毎日朝からね、虫が出てきたりしてたら何の抵抗もないんですけど、だってシベリアとかのあっちの方のね、昔からいらっしゃる民族とか生で行くからね、魚の目玉にこう子供を吸い付くからね、こうピチピチしてるので、魚取れたの、取れたのね、魚が取れたや目玉を吸いに行くからね、生きてる魚の目玉をいやすごいな、あーまあちっちゃい子供、日本の子供だったらさ、ちょっと腹壊すよとかさ、何してんのってなるべ、うん、お母さんが魚屋からさ、まるまる魚今日買ってきたよって言った時にさ、ね、お母さんがじゃあこれから作るよっていう時に子供栄養はいいって聞きますけどね。そうそうそう、まあ目玉の中の水分あるんです、水があるんです、あんま塩分もないのね、目玉の中、まあ比較的ね。あ、じゃあ子供はそのゼリー感みたいなのが良かったのかな、うん、まあ多分生臭いは生臭いじゃん。そうだよな、そうだよな、それ普通の人無理じゃん。でもやっぱ慣れてんの、味覚がもうね、人ってそのぐらいね、すごいね、すごい。ウニとかさ、だってさ、あれ知らねえ子供無理だべ、あんな子はこんな、こんななってんのガシッて、ね、よく考えたらあれは食ってたもんね、動いてんのね、こうウニこうやって動いてるの、普通の子供あれに包丁突き立ててバコって割らないでしょ、普通の人。あれだよな、あれは慣れね、もうそう思ってるから。だから山奥だった場合にやっぱりその食ってる可能性が高かった。だからもうそうそう、ね、佐藤家とかが、俺は正弘、朝飯は蜘蛛3匹だべって、やったーっつってやってる可能性もある、うん、どうするって言って、目玉焼きにすっか、蜘蛛にすっか、で今日は蜘蛛にすっべ、まあ焼いた方がいいですよ生は厳しい。寄生虫とかを考えたら絶対生やめた方がいい。本当はね、あの昔あったじゃないですか、はい、とある雑誌で、うん、セミを食うっていうのがありました。うん、あれだ、セミ食べました。うまいとかさ、うん、言うけども、うんうん、なかなかですよね。エビ揚げたらエビだ、もう食ってたっけね、俺歯にね、あの羽挟まってたもん。もう羽結構派手んだよな、実はな、薄いしさ、こう、うん、食って入んね、だって羽とかみんなちょっと出ながら喋ってたもんね、これねお腹の部分がクリーミーでうまいとされている。でもオスは確か空っぽだったじゃなかったかな。オスはね、鳴く音を共鳴させるためにスカスカなんですよ。でもメスがね、クリーミーなんですよ、お腹が。お食中の方すいません、本当メス当たったんですよ、頭が出てた、ここゴリゴリ家電だよ、結構な家電、家電曲げた。でもエビですよ、フォルムの問題だよな。うん、なんかあの甲殻類は基本的に火通したらみんなこれでエビ嫌いになる人いるかもわかんない。エビの味になる、カニがエビ。エビも陸上にいたらって話ですもんね。まあまあ厳しいな、あれな。エビは陸上にいたら厳しい。足の多さだな。厳しい。カニ、エビ、しかり。あのフォルムでハエがあったらやばい。こうピュンピュンっていうのはまだ可愛いじゃん。うん、あれが足で歩いてたら、きつい、もうかかとよし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 ってお湯にドポンってできねえだよ。ブリンって。まあだから、まあ、釣り込みよな。釣り込みよ、ね。釣り込み。うん、セミはね、でもね、美味しかったですよ。虫の中でも結構上位らしいですよ。上位だよね。まあそういえばね、缶詰届いてますから。タランチュラ届いてますからね。まあ、あれはちゃんと加工された食用ですからね。だっけか。うん。いただかないんですかってコメントある。もうもちろん食べますけど、ね。はい、そうです、そうです。食べますけど、今ね、あの山のようにね、いろんなもの順番待ちになってます、はい、あの、話は別ですけど、サバイバルって、何でも食べるのがサバイバルじゃないからね、うん。計算するのが大事ですよ。お腹壊さないのを食べるのがサバイバル。お腹壊したら下痢したら死ぬんで、そうですね、極限状態で、ね、脱水したら死ぬんで、絶対に腹壊さないっていう名目のもとは
食べるのがサバイバーです。だからあの無理して食べるんだったら多分ねサバイバーじゃなくても誰でもできるからね。見たもの全部食う、うん、とにかく無理して食べるっていうんであれば正直ね誰でもできる。でもサバイバルは生きるっていうことを考えてるから食べないっていうのもサバイバルだからね。あの届いたのは食べますよ届いたのは食べますけど何でも食べるのサバイバルだとあの我慢大会になるから島に行ってね島に行って、うん、多分そいつから死ぬわ。生で行くこともあるでしょうから限りなく危ないですよね。そうあのアメリカでありましたよねあのナメクジを生でね。あーいやあオーストラリアだオーストラリアかな、ったっけかな、うん、生で食べた少年死んじゃったんですよね。あれは恐ろしいわな、うん、寄生虫で死んじゃったノリでやっちゃったんでしょ。そうそうそうなんかみんなで盛り上がっててこうまあまあでかいナメクジをねあの生で飲み込んだんですって。そしたらあのちょっと脳に行っちゃうか、まあ、脊髄なのかに行っちゃう寄生虫なんですって。最終的に生きるために食うっていう順番を間違えなきゃいけないんですよ。あの、はい、食うことがね、かっこいい、まあ、かっこいいっちゃかっこいいですよね。無理しながらでも食うのわーっていったーってなるじゃん男気ですよ、ね、うん、でもそれってサバイバルじゃないからね、うん、冷静です、ね、美味しいカレーとあの虫があったら美味しいカレーを食うのがサバイバルですいい方の選択をするのがサバイバルだから。あとアサリね、あれアサリ実は生で食うと腹壊すからね。でも生ガキは生でいけるじゃん。あれをちゃんと区別できた人すごいよな。クルッと食ってみて、おめめめめめって言って次の日あーってなってたらアサリだ、アサリはダメだ。でもう一回言って、かぎかぎいてみから、めめめめめめつって、次の日、おいぐるぐるぐるってなったら、あかぎはいけんだ。鉄人だな。そうそうそう。毎日違うもん食うっていう、いや緊張感すごいよ。今日何食うんだべ、何食うんだべ。いや村のみんなにな、俺は何でも食えるって思われてるからな。で村のみんなが、おいこれ取れたんだけどってフグ持ってきて、これどうだべ。ね、あこれどうだろう、みんなめめそうだな、めめそうだなって言って、肉いっぱいあるや、肉いっぱいある、めめめめだ、これダメだ、これダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだな、かわいそうや多くの人間がこうチャレンジして、こう、あれ、出来上がってきた形です。美味しくね、うん、まあまあ、なんかまあ、ゲテモノとは言いつつも、まあ、先入観ですから、まあまあ、食えるんじゃないでしょうかね。自衛隊、訓練では虫は食いませんということでございます。まあ、食べるとして、個人的に、はい、おのおのね、質問ね、ありがとうございます。ツイッター、インスタやっております。どっかで検索フォローお願いいたします。チャンネル登録したございますんでよろしくお願いいたします。本日はこれまで、それじゃまた。